DC アーモリーはワシントン DC にある多目的アリーナ。コロンビア国家警備隊の本部とアメリカ軍陸軍周兵コロンビア特別区周兵の中東地武器こと研修施設各種政治キャンペーンイベントやスポーツイベントを開催している。1941年ワシントン DC に建設され当初はコロンビア国家警備隊と アメリカ軍の武器庫と新人研修並びに訓練施設として開設された。第二次世界大戦終結後にはアーモリーの軍事訓練機能を少しずつ縮小。1948年に DC アーモリー会が初めて軍以外の使用を認め多目的ホールに変貌した。一時 FBI の指紋記録を管理する部署が置かれていたことがあった。歴代大統領が政治キャンペーンで たびたび使用されることもあり、ハリー・エストルー・ワン・バラク・オバマ両大統領が使用した。1961年4月19日には、ジョン・カイ・ケネディが大統領就任直前に演説を行っている。1994年に、軍事部門が完全に撤退。アメリカ軍の駐屯地を縮小し、司令本部と必要最小限に縮小した武器庫のみになり、武器庫と訓練施設の一部を解体し、 ホールを広くした。現在は、プロレスの試合やボクシングの試合で、ビッグマッチで、たびたび使用されている。1946年、NCWA のバスケットボールリーグ一部上ジ,ジタウン、大学、ホイヤーズの仮本拠地として、役割を持ったことがあるが1949年に、新しいスタジアムができたためわずか3年だけだった。2006年には、 ローラーゲームの女子一部リーグの DC ローラーガールズのホームスタジアムになっている。2009年には全米室内サッカーリーグ DC アーマーの本拠地があったがわずか1年で解散になったため幻のホームになった。プロレスでは1990年に WCW がキャピタルコンバットとのイベントを開催したのがきっかけになり一時 WCW の常設会場の一つなった。 スポーツイベントの中でも特に最近目立つようになったのがボクシングでワシントン DC が生んだ軽量球界のヒーローマーク・ジョンソンやスーパーライト級統一世界王者ラモン・ピーターソンも試合を開催している。オスカーデラ・ホーヤのゴールデンボーイプロモーションズのワシントン DC でのボクシング開催の主要会場の一つになった。2013年2月22日、ラモン・ピーターソン VS ケンドール・ホルト2014年1月25日、ラモン・ピーターソン VS ・ディエリージャン2014年4月19日、WBA ・ IBF 世界ライトヘビー級、王座統一戦 WBA 王者ベイブット・シュメノフ、ベザベフ王者バーナード・ホップキンス WBO、世界ミドル級王者ピーター・クイリン VS、ルーカス・コネチ。ありがとうございます。